北上は太平洋フェリーが運航していたフェリー。1989年にあるビレオの大船として就航した。2005年には光の予想をテーマとして船内のリニューアルを実施、本船より後に就航した石狩の引退後も運航を続けた。末期は苫小牧仙台間を主に運航、基礎石狩のドック入り期間時に仙台名古屋間に乗り入れた。 2017年5月29日に元船の大船となる新造船が発注され、同船の就航を前に1月19日をもって引退。その後インドへスクラップ売却された。太平洋フェリー所有の各船はデザインコンセプトが定められているが、本船はスターダストの歌をデザインコンセプトとしている。石狩、基礎とは船内配置が異なり、本船のみの設備として、 7デッキの選手型に展望室が設置されている。上下線の際は階段を利用する必要があるため、車椅子利用者などは注意が必要である。ロイヤルスイートルームの設定がなく、S 寝台が A 寝台となっている。B 寝台は通常の2段ベッドである。スイートルームの先客には、レストランの食事券がサービスされる。なおレストランのバイキング料金は、石狩り。 基礎より安価に設定されている。スイートルーム及び特等はバスシャワート入れ付き、一等はシャワート入れ付きとなる。個室、衛寝台にはテレビが設置されている。ありがとうございます。